そうそう、飲み込みが早いな。殿下と一体何をなさっているのかしら。フィーナさん、実は授業でわからないところがあって。君が心配するようなことなど何もないよ。さあ、法律魔導学園の講義についていくのは大変でしょうね。よろしければ私からもご教授して差し上げましょうか。殿下どうかなさいましたか。婚約者なら接吻くらいは。いや、しかし人前で。殿下、はあ、なんて柔らかい。